はい、酒好き名残の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、スコッチウイスキーのね、シーバスリーガル。12年。ということでね。値段が2000円ぐらいだったかな。うん。ね、箱付きで。ね、かっこいいっすね。これがね、前からね、思ったんですけど、まあ、ね、美味しい。という、ね。評判だったんで、まあ、買ったわけなんですが。うん。ね。ブレンデッドスコッチウイスキーですね。これはあれですね。シングルモルトではないということみたいです。ね。はい。シーバスリーガル。ね、飲んでいきたいと思います。700ml の、アルコール度数40度。うん。ですね。うん。まあ、12年ということでね。まあ、これが一番、シーバスリーガルでは一番若いやつですね。うん。おお、本格的ね。そんじゃ飲んでいきたいと思います。ね、ストレートでね、いただきますよ。うん、乾杯。ああ。ああらら、これは、すっごい口当たりがまろやか。で、いわゆるアルコール臭の、アルコールのこの、ピリッとするのが来ないですね。うん。ほとんど来なく。スッと口の中に入ってって、で、後から喉の奥が、こう、熱くなる感じ。うん。うん。そう、水があったな。ね、トワイスアップでも飲んでみましょうかね。香りは、結構おとなしいですね。うん。うん。トワイスアップ。でもこれは、なんていうかな。あんまり、スモーキーさもあんまりない。結構軽めの。やつなんで、あんまり、個人的には物足りない。うん。感じはしますね。うん。うん。個人的にやっぱスコッチだと、一番好きなのは、うん、じゃ、じゃ、ジョニー・ウォーカー。うん。今度ジョニー・ウォーカーのブラックラベル欲しいですね。あれ非常に飲んでみたいですね。ジョニー・ウォーカーね。レッドラベルでかなりスモーキーなのが俺好きなんで。うん。うん。シーバスリーガル12年。やっぱ、うん、ジョニーウォーカーかな。個人的にこれよか、ジョニーウォーカーの方が。うん。好きですね。まあ、ブレンデッドウイスキーっていうことで、ね、
ジョニー・ウォーカーもあれブレンデッドウイスキーなんですよね。非常に飲みやすい。このシバスリーガル飲みやすさが特徴かな。ただ、パンチはほとんどないですね。まあ、悪く言えば面白くない。よく言えば万人する。万人受けかなという。まあでも、一番若いこのシーバスリーガル。12年飲んで、まあこの程度の味なんだったら、ちょっと、俺はこれ以降は買わないですね。だから、ジョニー・ウォーカーはブラックラベル欲しいんだよね。あれ赤がうまかったから。とりあえず一番最初に若いやつ飲んで、で、うまかったらその上上のやつ買っていく感じでは行きたいんですが。まあ、これは、ね、結構飲みやすいっていうのは分かった。まあ割とどこでも売ってますしね、人気だからね。ただまあ人気っていうのはまあ結局飲みやすさ。まあいわゆる、バーボンで言うハーパー先生みたいな。飲みやすさがありますね、まろやかさ。まあ。ブレンデッドウイスキーはやっぱり、ね。いろいろね、ブレンドして、ね、美味しくできるっていうのが、結構、ね、まろやかに、ね、なって、美味しくなるっていう、シングルモルトというかは、俺は結構好きなんですけど。ただ、これはちょっと、まあでも、最後のね、飲み終わった後に、喉が熱くなるんで、そこは、あれかなと。ちょっと気に入らないポイントですけどね。シーバスリーガルは、これの後、18年と25年。があるみたいです。で、関係ないんだけど、ジョニー・ウォーカーね、一番高いのが、そこら辺、俺が行ってるとこで売ってまして、ジョニー・ウォーカーのブルーラベルってやつがね、1万3000円で売ってました。ちょっと飲みたいけど、やっぱりそれは段階を踏んでね、今後買うかもしれないですけど。ね。まあ、これは、そんなでもないかな。って感じはします。シーバスリーガーとかね。結構ほら、みんななんかうまいうまいって聞いてたんで、うまい。って。ね。ただ、かなりまろやかなのはよくわかります。シーバスリーガル。ね。瓶もかっこいいですね、なんかね。瓶っていうか、ね、あれがね、見た目が。
で、甘さも割とあるんで、飲みやすいですね。うん。美味しい。けども、まあ、値段的に見て、うん。まあ、うん、って感じかな。俺はあんまりこういう味はあんまり好きやないっていうか、まろやかすぎて、なんか面白くないんだよな。なんかこう、スコッチで、スコッチって言うとやっぱりスモーキーさが、ね、あれだと思うんで、それがないっていうのは、うん。スモーキーさが全然ないですね。うん。うん。まあ、あとはロックで飲んでみてだな。まあ、後々ちょっとロックでいただいてみて。最後、ハイボールで飲んで。ねえ、まあ、これ買うんだったら、ジャック・ダニエルとかね、ハーパーとか買った方が、まあ、どっちも、あれ、バーボンっていうかね、あれですけど、アメリカンですけど。まあ、同じ価格帯で、まだ飲んだことないですが、ね、ジョニー・ウォーカーのブラックラベルがあるんで、そっちの方が、うん、いいかなと思います。ちょっとね、うん、物足りないです。そういうのかな。うん。今日は6月の2日。コクはないですね、あまりね。甘み、まあ、それなりにあるんじゃないかな。それなりにね。香りはないです。うん、あまり。普通ぐらい。まあ、これ三つ星だな。ね。2433。です。ご視聴ありがとうございました。